セーブポイントっち忘れずにしとけっち。すごい。ここは痛い。ここは妄想球っち。キュッ。そっか、昨日も会ってるだろうけど紹介がまだだったわね。この子は私の友達ピン君よ。普段は姿を隠しているの。よろしくっち。あ、改めましてよろしくお願いします。って、あの表の皆さんはここに入ってきちゃわないんですか？それは大丈夫よ。さっきの入り口普通の人には認識できないから。それじゃあリエたち突然消えたことに？アイドルが神隠しにって、スポーツ新聞の一面記事に載るかもな。さあお話はそのくらいにして最奥を目指しましょう。敵だ。アサヒ、説明が雑よ。あれは妄想球に巣くう化け物みたいなものね。あれと戦うんですか？大丈夫、俺たちがついてる。それにここじゃ妄想が力になるのよ。ほら、可愛らしい武器を持ってるみたいじゃない？いつの間に。いざって時は朝日を盾にしなさい。少しは役に立つはずよ。はい。ずいぶん元気がいいみたいね。それじゃあ私がとっておきの戦い方を教えてあげる。覚悟はいいかしら？イマジンフィールドを発動させるわ。は？イマジンフィールド？イマジンフィールドはサキが見つけた特殊な力だっち。ほら、昔やらなかった？ PV ごっこよ。音楽に合わせて戦えばいいの。 PV ごっこ？何言ってんだ。音楽を聴きながら PV みたいにカッコつけたり、サビで決めポーズとかしたでしょ。その頃の自分を思い出してくれればイメージもつかみやすいと思うわ。ピュー、それ得意かもしれません。そういや俺の武器、これ元はミュージックプレイヤーか。もう今更？さあ敵を一掃するわよ。敵は3体しかいねえっち。負けるわけないっち。Yeah!
やったか。やりました。初めてにしては上出来っち。お、褒めるだなんて珍しいな。でも本当よ、なかなかかっこよかったんじゃないかしら。朝日さん、かっこよかったですよ。そっか。でもまあ、なんとなく理解はしたよ。理解も何も簡単よ。 PV ごっこをすればいいんだから。PV ごっこな。何よ。いやだってさ、そんな単語が出てくるってことはさっき PV ごっこしてたってことだよな。さきさんって可愛らしい一面もあるんですね。ちょっと、それどういう意味？もう、PV ごっこは取り消し！ほら、さっさと奥へ進むわよ！敵がいるっち！どうするっち？
敵がいるっち。敵は3体っち。焦る必要はないっち。ラスに行こうって。ぶっ飛べ。ダメっち。さすがっち。このまま落ちるっち。バッター。あと2体っち。踏ん張りどころっち。残り1体っち。袋叩きにするっち。バッター。これでも敵がいるっち。おいらは敵は2体。先制攻撃ならかかってこいよ。これでもまだまだ。バッター。3連戦いるよ。まだ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 。敵は3体しかいねえち。負けるわけないっち。タッチ。マジンモード発動できるっち。やっ。わさび。それ弱点っち。もっとそれで攻めるっち。これでも残り2体っち。みんな頑張れっち。はい。やるだろ。できるんだ。なんか覚えた。当然の結果ね。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。扉を発見っち。ノックを忘れるなっち。敵を発見。敵は3体っち。先制でも油断大敵っち。楽に行こうって。ヒエンジン見とけよ。うおー、一気に叩きかけるっち。今残り2体っち。みんな頑張れっち。敵あと1体っち。さっさと終わらせろっち。これでもまだまだ行くわよ。レベルアップです。敵は2体っち。勝敗は決してるっち。かかってこいよ。これでも、これでも、はっ。ヘッピッハ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 ッピッ。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。まだまだ。いや、これでも敵はたったの2体っち。おいらの敵じゃねっち。さあさあさあ、やっそれ弱点っち。もっとそれで攻めるっち。いや、まだまだ。あと1体っち。さっさと終わらせろっち。楽勝。するっち。近くにお宝がありそっち。
感がするっち。近くにお宝がありそうっち。て、敵がいるっち。どうするっち。ふっ、敵は3体っち。焦る必要はないっち。かかってこいよ。いや、これでパンチや。あっ、はっ、これでぶっ飛べ。レイシー、あっ、ふっ、さすがさっき。いい、まだ降りてもいいっち。やるだろ。残り1体、袋叩きにするっち。終わりだ。まだまだ。敵は3体しかいねっち。負けるわけないっち。宴会くるっと。やるだろ。敵を発見ち、逃げるなら今ち。はっ、はっ、敵は3体っち。先制でも油断大敵っち。かかってこいよ。まともだ。マサヒ、体力が低下してるっち。はっ、敵は残り2体っち。みんな頑張れっち。やるだろ。残り1体っち。袋叩きにするっち。はっ、楽勝。輝いてるかしら。早く試したいわ。敵がいるっち。これでも敵は3体っち。焦る必要はないっち。行こう。まだまだ。はっ、いや、限界。はっ、これでもやるだろ。敵が倒したっち。行くよ。その敵は残り2体っち。あと1体っち。さっさと終わらせろっち。ってきた。もっと頑張ります。花丸ですね。敵がいるっち。これでも。まだは戦いたくねっち。まだまだ。はっ、敵は3体っち。先制でも油断大敵っち。くるっと。わさひ、それじゃねっち。もっとそれで攻めるっち。消えすぎ。あと2体っち。踏ん張りどころっち。これでも。はっ、消えすぎ。相手を撃破っち。調子出てきたっち。扉を進むっち。気をつけて進めっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。この扉を進むっち。ここから来たのにっち。敵を発見っち。これでも逃げるなら今。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。くるっと。はっ、これでもまだまだ。このまま起きるっち。
まくらい。あっ、あっ、あっ、あと1回ちゃんと離せろっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそうっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵を2体発見っち。先手で攻め込むっち。ラスに行こうって。ガサバだ。展開いや3年生とはならない。ラスだっち。このまま押し切るっち。や、いくよ。や、敵残り1体っち。黒田たちに行くっち。まだまだ行くわ。まだまだ。敵は3体っち。先制でも油断されてっち。かかってこいよ。くるっと。まだまだ。これでも。ラクション。このまま追い切るっち。いくよ。残り4体っち。袋叩きにするっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。いるっち。オイラは戦いたくない。敵はたったの2体っち。オイラの敵じゃねっち。あっ、これで。やっ、あっ、そろじゃ。ビスターズの戦いっち。弱点を攻め続けるっち。あっ、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 仕事したっち。もっと頑張れっち。あっ、あっ、これで。残り1体っち。袋叩きにするっち。やるな、勝った。敵は2体っち。先制攻撃なら余裕。楽に行こうって。ナナパッ、ナナパッ、ハッカルハッヤッ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 ハッ。あと1体撃破っち。やればできるぞ。これでも、これでも。あと1体っち。さっさと終わらせろっち。これでも、まだ行くわよ。敵を発見っち。や、逃げるな。敵は2体っち。先制攻撃なら余裕っち。はっ、これで、はっ、まだまだ、はっ、まだだよ。や、はっ、はっ、まだまだ。敵は2体っち。勝敗は勝ち捨てるっち。かかってこいよ。ゲージ溜まってるっち。イマジンモード発動っち。ふいと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 ふい。敵は3体っち。先制でも油断されてくっち。楽に行こう。飛んでけ。いや、見とけよ。まだまだ。まだまだ。1体撃破。パッ、これパッ。まだ及ばないっち。敵は残り2体っち。みんな頑張れっち。パッ、これでパッ。残り油断されっち。袋叩きにするっち。
敵を発見ち、逃げるなら今っち。敵は2体っち、勝敗は決してるっち。飛ばしてくぜ。まだまだ、これでも、これでも、いや朝日が危ねっち、今のうちに回復で。これでも、いや、ずぇ。ありがとな。楽勝、仕事したっち、もっと頑張れっち。あと1体っち、さっさと終わらせるっち。やるだろ、いや、終わりだ。扉を突き破るっち、オイラの前を歩けっち。扉を発見し、ノックを忘れるなっち。敵を発見し、逃げる。敵は三体っち、焦る必要はないっち。かかってこいよ。ふっ、はっ、やっ、はっ、やっ、取れ。どんだけ。朝日、それじゃ強いっち。もっとそれで攻めるっち。宴会。お宝の匂いがするっち、さっさと探せっち。お宝の匂いがするっち、さっさと探せっち。この扉を進むっち、ここから来たのに。扉を発見ち、の敵を発見。敵は2体っち、先制攻撃だが余裕っち。これでや、これでや、えいよー、えいほい。はっ、これでも、はっ、終わりだ。ダメージ、やめろ。はっ、はっ、やめろ。はっ、はっ、敵発、えいよー。やれば終わりだわ、最初は。やればできるんだ。レベルアップです。敵を発見ち、逃げるなら。敵はたったの2体っち、オイラの敵じゃねっち。はっ、これで頭きゃ。せや、朝日、燃えてる。今のうちに、やっ、まだ朝日が1体っち、リスクに及ばないっち。はっ、でも、あと1体っち、さっさと終わらせるっち。ミッション満タンっち、絶好のチャンスっち。敵はたったの2体っち、オイラの敵じゃねっち。かかってこいよ。考えて、まだまだ、これでパッ、それパッ、パッ、や、終わりだ。さすが先っち、倒し方も美しいっち。これでも敵、あと1体っち、さっさと終わらせろっち。まだまだ行くわよ。
を発見っち。逃げるなら今っち。敵は2体っち。先制攻撃飛ばしてくぜ。あっあっふっやっはっやってそれよっこれでもやっ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 これでもはっやっこれ1体っち。袋叩きにするっち。これ大丈夫か。敵は3体っち。先制でも油断大敵。泣きに行こうって。はっや、これでぶっ飛べ。いけとれ。ジャグレーク。はっ、これでは仲間だ。さあ、さすがっち。このまま追い切るっち。はっ、ジャグレーク。あと2体っち。ここに行けろっち。敵残り1体っち。一応袋叩きにするっち。仲間だ。楽勝だ。だいぶ進んできたわね。この辺で少し休憩しておきましょう。そろそろ妄想主のお出ましか。ってことはつまり、まあごめん今のなし。一緒にここまで来たんだし、何か楽しい話をしよう。はい。じゃあ私から質問しちゃってもいいかな。リュウちゃんはどうしてアイドルになりたいと思ったの？え？サキってアイドルとかそういうの興味あんのか？あ、いや、私はその…少しくらいは興味あるわよ。サキさん可愛いです。でも、女の子なら一度はアイドルに憧れますよね。もちろんリュウもテレビの中で一生懸命輝いているアイドルの皆さんに憧れてたんです。だけど現実は厳しいものでした。リユには年の離れたお兄ちゃんとお姉ちゃんがいました。お洋服はいつも時代遅れのお下がりばかりだったんです。当然キラキラしたお洋服なんてありません。だからテレビの向こうでキラキラしていたアイドルはリュウにとっての憧れの存在だったんです。始まりはただの憧れでした。リュウもキラキラしたい、そんな思いからお洋服を作るようになりました。お小遣いを貯めて生地を買ってママのミシンで縫って。だけどいくら真似をしてもリュウの欲しかったキラキラには届かなかったんです。どうして違うんだろうって。そんな時お姉ちゃんがリュウの好きなアイドルのコンサートのチケットを取ってくれたんです。初めて生のアイドルを見て感じてリュウには分かったんです。ファンの皆さんが応援している、そしてファンの皆さんを応援している、そこにはたくさんの笑顔がありました。ああ、これだったんだ。これがリュウが憧れたキラキラだったんだって。その日からリュウはアイドルを目指すようになりました。アイドル活動を反対するパパを説得するために毎日毎日毎日夜遅くまでお勉強を頑張りました。そしてやっとやっとの思いでアイドルとしての道を歩き出せたんです。これがリエのアイドルへの思いです。へえ、年齢の割にはいろいろと苦労してるんだな。朝日も見習うべきっち。うるせえよ。だけど私にもわかるよ。キラキラしたいってその気持ち。
アイドルって特別な存在だもんね。サキ、リュウちゃん、教えてくれてありがとう。いえいえ、こちらこそです。なんだかお話ししたらすっきりしました。アサヒさん、サキさん、ピンク、皆さんありがとうございます。それでは皆さん行きましょう。リュウの妄想を壊しに。扉を突き破るっち、オイラの前を歩けっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵は2体っち、先制攻撃で余裕っち。まだまだ、これでバーッ。その人その大活躍を見せろっち。やだ、一体撃破っち。やればできるっち。残り一体っち。プロダクトに続き。妄想しよう。こいつを倒せば壊すことができるんですね。なあリッピョン、最後にもう一度確認させてくれ。妄想師を倒せば妄想は壊れる。アイドルの妄想は消滅し、現実への侵食は止まる。だから夢のような毎日は終わっちゃう。全部なかったことになっちゃう。それでもいいんだよな。どうしたの？いざ目の前にするとやっぱり怖いんです。覚悟を決めていたはずなのに。リュウちゃん、おい、それでもお前アイドルか？ちょっとアサヒ、みんなと約束したもんな、本物のアイドルになってくるって。は、はい。なあ、本物のアイドルってなんだ？答えてみろよ。はい。アイドルは皆さんの希望なんです。皆さんに笑顔を届けて、そして笑顔になってもらう、そんな存在です。いい答えじゃん。最後まで迷惑かけちゃいましたね。リッピョンの迷惑なら大歓迎だね。アサヒってば。リュウは妄想を壊します。そして皆さんを笑顔にするんです。そんじゃ一丁ぶっ壊しますか。はい。敵は一対一、ドリュウ弱弱に行こうって。貫く、ならこれが本気だ。
かっこよさそうじゃん。輝いてるかしら。もっと頑張ります。お勉強しましたよ。暴走種さんが消えていく。これで妄想が壊れたわ。アイドルが願ったアイドルの妄想が。あれ、リピョン、ありがとう。妄想主さん、リュウの妄想に付き合ってくれて。魔法は解けちゃうけど、いつか必ず自分の手で掴み取るって約束するね。最高の毎日をありがとう。消えちまったな。はい、お別れをしました。それじゃあこっから出るか。はい。どういうこと？え、どうしたんですか、サキさん。やっぱりおかしいわ。おかしい？これで一件落着じゃないのか？そのはずなんだけど。まあいいわ、急いで外を確認しましょう。はあ、無事に戻ってこれたな。って、もう夜じゃん。妄想の侵食も綺麗に消えているわね。ナナミンの握手会、楽しみだな。握手券でしたら箱で買いましたよ。これで何度も握ることができます。ナナミンを握れるなんて、テンション上がってきた。私の解釈ではやはりナナミンは300年に一人のアイドルに違いありません。どういうこと？みんなまだ握手会の話をしているわ。いや、そうじゃない。ナナミンは昔から秋葉で活動しているアイドルだ。だからそう、これは秋葉の通常運転だ。そっか。それじゃあみんなリュウちゃんから違うアイドルへくら替えしたのね。ああ、多分な。もうびっくりした。てっきり私まだ妄想が壊せてないのかと思った。あの人はどこへ行ってしまったのでしょうか。あの人って？最後の最後までリュウを信じて応援してくれていたあの人です。行ってらっしゃい、リッピョン。僕はずっと、ずっとずっと、ずっとずっとずっと応援しているからね。
ああ、メガネ君か。確かに姿が見当たらないな。で、え、あ、っていうか、リッピョン？やっぱり、記憶が残っているのね。あ、そういえば。なあ、どうなってんだ？まさか、妄想師を倒し損ねたか？消滅するのを一緒に見たじゃない。それに、現実への妄想の侵食も消えているのよ。じゃあ、なんで記憶が残ってんだ？音田さんは訳がわからないって感じだったけど。こんなこと初めてよ。ねえ、リュウちゃん、何か心当たりはない？いえ、妄想も綺麗に消えているみたいですし、心当たりは。でもまあ、妄想は壊せたんだしさ、とりあえず一件落着でいいんじゃない？まあ、それもそうね。記憶に関しては気がかりだけど。なあ、もしかしてさ、これで日曜日が終わったりしないかな？携帯を見てごらんなさい。あ、また日曜日が始まってる。つまりそういうこと。まだまだ日曜日は終わりそうにないわね。どうしたの、リュウちゃん。皆さんはこれからも妄想を壊し続けるのでしょうか？ええ、放っておくわけにはいかないわ。当然朝日も一緒ね。ですよね。あの無理だったら大丈夫なんですけど、もし無理じゃないのならリュウも一緒に連れて行ってもらえませんか？え、リピョン本気で言ってる？はい、もちろん本気です。リュウ、夢を叶えるって約束したんです。だからずっと今日じゃダメなんです。立ち止まっていたらダメなんです。それにまだ終わってない気がして。お願いです、リュウに皆さんを手伝わせてください。だってさ、サキ、俺は構わないぞ。むしろ巻き込まれてるだけだからな。ちょっと朝日、サキさん、お願いします。まあそこまで言うのなら。それに消えなかった記憶も気がかりだしね。本当ですか？皆さんありがとうございます。こちらこそよろしくね、リュウちゃん。なんかゲームみたいだな。仲間が増えるだなんてさ。現実とゲームを一緒にしないの。さてと、そんじゃ今日はそろそろ解散しようぜ。え？どうしたの？皆さん、あれを見てください。ちょっと、どういうこと？おいおい、勘弁してくれよ。どうもこうも見たまんまだろ。新しい妄想だ。夢はアイドルになることでした。だけど叶った夢は妄想だったんです。応援してくれたたくさんの人を傷つけました。たくさんの人を悲しませてしまいました。だから今度は笑顔にする番です。本物のアイドルになって恩返しです。皆さんに笑顔を届けたい。皆さんに笑顔になってもらいたい。皆さんを応援したい。だってそれこそが本物のアイドルですから。あなたのハートへレッツぴょんぴょん。どうしましょう、
早速ですが、目の前に妄想の侵食です。帰ろう。何言ってんのよ。ほら、とりあえず見に行ってみるわよ。あ、ちょっと待てって。朝日さん、せっかくですし、リュウたちもちょっとだけ見に行きましょう。もう疲れたって。誰？気のせいか。